はい、えー、今回もね幸福の科学さんから届いた一つの冊子これを元にお話していこうと思いますえっ、ー、とね何かというとね幸福の科学の皆さんは「地獄地獄」と言ってあおるんですよ生きてるうちには地獄がありますよってことですよそれを生きてることが苦しいから宗教の方に行くんでしょで宗教の方に行ったらまた地獄って話聞かされるんでまさにね四面楚歌、四国状態ですよ はいえー、地獄谷っていうのが九州にありますので是非ねそちらの方でお楽しみいただきたいんですけども「地獄の話昔話じゃなかった」って書いてますねえー、と昔言葉や文字がなかった頃にも地獄は存在してたんですかねどうなんでしょうか何か一とによると地獄とインターネットで通信できるってことをね言われてる人がいますけどねで開くとこんな感じです読みますよえー、霊言で判明 なんで霊言で判明なのかよくわかりませんけどね地獄の鬼もエンマ大王も実在したということですからねエンマ大王や鬼っていうのはエンマ大王って一人なんですかねエンマ大王には奥さんいるんでしょうか着替えはいつしてるんでしょうかうんこはするんでしょうか大好きな大好物は何でしょうか面白いことって何ですかねプライベートは何されてるんですかねうん給料いくらですかね鬼鬼もいますけども鬼はなんでこんないつも半身裸なんでしょうか女性の鬼はいないんでしょうか で鬼はなんか楽しみがないんでしょうか鬼は、あの、何ですかね、幼児とかいるんですかね鬼の世界にも、なんか不具合とか、生きさつの違いとかね、上司や部下の揉め事ってあるんでしょうかそういうの知りたいですよね。鬼は鬼で、なんか調和してるんでしょうかねで、そもそも鬼っていいやつなんですか悪いやつなんですかねで、鬼がなんかね、あの、仕事が終わったらどこで焼き鳥食べてビール飲むんでしょうかちょっとその辺も色々聞いてみたいと思います。昔からお盆は、地獄の蓋が開く。 個人の霊が帰ってくると伝えられています。この時期にあの世に思いを馳する方も多いのではないでしょうか。昔から死後、閻魔様のお裁きを受け、鬼に懲らしめられると言われていますが、これが単なる昔話ではなく、事実だということが幸福の科学、大川隆法総裁の霊言で分かってきました。なんでこの人が言うと分かってくることになるんですよね。大川隆法さんがね、嘘を言ってるかもしれませんからね。嘘じゃないしもも勘違いとか思い違いとかね。うん、なんか見間違いとかってありますんでね。 彼らは現代社会をどう見ているのかご案内しますとありがとうございます現代社会をどう見てるんでしょうかねうんまあ例の世界からね鬼とかンマ様がこの世の中を見てるとしたら別に裁きはね今起こしてくれって話ですよ何もね地獄に行くのを待つことはないですよはい血の池地獄ってのがありますけどもこの血って B 型ですかの O 型ですかね AB 型ですかねあの輸血が足りないそうなんで是非こういうところからねあの分けてもらいたいと思います畜生堂 自分の霊体が畜生になったりこの世の蛇や犬などの中に魂を入れられてしまったりする生前の自分は畜生と言わざるを得なかったと反省されるうんなるほどねなんかそうなると犬や馬の方が格下たみたいな感じですかね生命に上下はないような気もしますがどうなんでしょうかうん畜生道ってねありますよね畜生とか言って悔しい時言いますよねうんまあでもね どうしようもない渋滞犯罪をする人もいるわけですよ、うん。で、自分の欲望のために人を傷つける人もいるわけですよ。で、そういう人とね、真面目に生きてきたんだけども、なぜか地獄に落ちてしまったって人が同じ環境で過ごすって、ちょっとね、下せないところありますよね。裁くべきは本当の悪人であって、なんかその、過失のこととかね、自らの未熟さが起こした、 悪行とかっていうのは、やっぱちょっと情状酌量とか多めに見てもらってもいいのかなと思いますし、少なくとも人間界は罪を犯した人に対して公正のチャンスを与えてるわけですよ。地獄はそういうのはないんですかね。地獄に落ちたら終わりなんですかね。地獄のさも金次第ってことで、エンマダウエは鬼にちょっとね、賄賂を渡すとなんとかなるもんでしょうかね。どうなんですかね。うん まあいずれにしてもあの世が、ね、過ごしやすいところであってほしいなと思いますし労働基準法もねちゃんと守ってほしいなと思います以上です。